どうも、マリです。今日はね、とある森の中の水場があるんですけども、この近くに大量の外来のカエルがいるんで、今日はこのシロアゴガエルを乱獲します。はい、はい、またいました。シロアゴガエルはね、名前の通り顎が白いカエルですね。東南アジア原産で、割と大きめ、全長8センチくらいまで成長する樹状性のカエルです。日本ではね、南西諸島の各所、宮古島とか沖縄本島とか石垣島とか奄美群島の与論島とかの方に帰化して繁殖してしまっています。特定外来生物に指定されており、生きたままの移動や飼育は禁じられている生き物になりますね。ペット用とか食用で輸入されたんじゃなくて、貨物に紛れて入ってきたんじゃないかと言われています。おお、これはでかい、いいサイズだ。あんまり逃げないんだよな、外敵がいないんだろうな、この島に。あんまり、あ、しょんべん、でかっ、森青ガエルぐらいある。これすごいいいサイズです。餌にちょうどいいサイズ。いたいた、ほいほい。こういう葉っぱの上とかツタの上にいることが多いですね。はい、木の杭の上にも、ほい、あ、こんなところにも、ここに1匹、そしてこのツタの上の方を行くともう1匹、かなり密集してますね、この辺。ちょっとここね、水場が少ない場所なんで、この1箇所の水場に集まってるのかもしれないですね。ほい、お、今度はこれ包摂してますね。下がメスで上がオス、色も若干違うのかな。メスの方がなんか色が濃いけど、やっぱりオスの方がちっちゃいですね。メスはお腹パンパンだ。ダブルゲット。うわ、メスが今ギュッとお腹掴んだら卵出てきましたね。放卵してたんだ。ほら、これから卵を産むとこだったんですかね。よく見たらこの水場の上の方、この木の上に泡がありますね、包装が。これシロアゴガエルの卵の巣ですね。この中にシロアゴガエルの卵が入っています。樹状性のカエルって結構ね、水場の上にある木の上に泡でままった卵を産んで、雨の日なんかにこの泡が溶けて下の水場に雨水とともにオタマジャクシが孵化して入っていくという生態を持つものが多いですね。そうすることで、まあ、水中にいるね、魚とかイモリみたいな外敵から身を守ることができます。よく見たらこの辺とか、この先とか、向こうの先の方、たくさんの包装がついています。こっちも、あっちも、向こうも、ものすごい数の包装がいろんなところについていますね。それだけたくさんのシロアゴガエルが繁殖をしようとしているっていうことですね。ほい、この水場をよく見たらたくさんのオタマジャクシがいます。こいつなんてもうほとんどカエルになりかけですね。手足が生えて、あと尻尾が吸収されるのを待つ段階、そろそろ肺呼吸になるんじゃないでしょうか。全部シロアゴガエルの幼体ですね。うまいこと擬態してますね。色がすっかりシャラくなって、ほい、こちらにも、よいしょ、ほい。おお、小さな木登りトカゲがいますね。このぐらいの木登りトカゲだったらシロアゴガエルに捕食されてしまう可能性もありますね。それだけじゃなくて、こういった木登りトカゲが食べているような、こういうちっちゃな虫なんか、シロアゴガエルが食べて、木登りトカゲの分のご飯が減ってしまう、競合という問題もありますね。あ、これまたこいつ大きいな、これ。ほら、いい、ゲット。若干この縦縞模様が入っておしゃれでかっこいいカエルなんですけどね。飼育できるカエルだったら俺飼育してましたよ。まあ樹状性のカエルなんでね、かなり手がペタペタして吸盤状になっていて、この手に張り付く感触が気持ちいいです。この縦縞の模様がちょうど木の枝に擬態するのにちょうどいいんでしょうね。あー、微妙なツタの間にも、ほい、うん、まあ、カエルなんで、ね、肉食の生き物なんで、在来の魚とかエビとか、まあ、虫とか食べてしまうでしょうし、結構鳴き声もね、特徴的で大きいんで、鳴き声で他のカエルの鳴き声を邪魔してしまって、他のカエルの繁殖行動を邪魔してしまうという弊害もあるそうです。おお、でっかいな、こいつも。
お腹パンパンのメスだなこいつもな。卵入ってんだろうな。うわまたでっかい包摂してる。なんか庭の石の置物にこんな感じのやつあるよな。またお腹がパンパンですよメスは。こいつを捕まえたらこいつから生まれてくるはずだった何百何千というカエルを駆除することになります。ほい、本当に逃げないな。ほい、お、近くに在来のカエルもいますね。こちら先島ヌマガエル、名前の通り先島諸島に生息するカエルですね。こういったカエルの凶暴になってしまって生息数を少なくしてしまうんですね。ね、はい、宮古ヒガエル。宮古島の宮古ヒガエルってね、やっぱ在来で条例で保護されてるんで捕まえちゃいけないんで、綺麗な色の子が多い気がしますね。大東島の宮古ヒガエルってもうみんなね捕まえに来ちゃってるんで、綺麗なやつがどんどん取られて綺麗なやつが減ってる感じしますけど、宮古島のは綺麗な子が多いですね。ほらこの子もちょっと特徴的な色してて綺麗だ。こちらも在来種のヒメヤマガエル、ちっちゃくて可愛いカエルです。シロアゴガエルを捕まえることでこういった在来のカエルたちを守ることにもつながるというわけですね。はい、というわけであっという間にねこれだけの数のシロアゴガエルを捕獲しました。30匹はいるんじゃないですかね。こちらは締めて持ち帰ってペットの餌にします。はい、というわけで締めて持ち帰って宮古島から爬虫類館に持ち帰ってきたシロアゴガエル、こちらを今解凍しましたんで餌にしていきます。まずは大量のカメが入った池にポチャンと。早速アルビノの緑ガメが反応しています。ちょっと目が悪いんでなかなかね餌を見つけることができないんですけども、って言ってたら下から来たノーマルの緑ガメに横取りされちゃいましたね。巨大な緑ガメなんで、シロアゴガエルぐらいのカエルだったら一口ですね。まだまだ食べれます。いい食いつき。緑ガメ本当に何でも食いますからね。この緑ガメが日本の自然界にいたらどれだけやばいのかってのも分かりますね。飼ってる分にはね餌をバクバク食べてくれて何でも食べてくれてとても楽しいカメさんなんですけどね。どんどん行こう。いいね、反応が早い。条件付き特定外来生物が特定外来生物を食べています。残りの1匹も食べます。次はメラネスティックのオトカゲ。いいね、いい食いつき。お互い東南アジア出身なんでね、現地ではこうやって食べてると思います。実際に故郷の味です。オトカゲ結構カエル好きなんでね、いい餌ですね。つるんとして食べやすそうだし。ワニガメにも与えてみました。食べるかな。噛みました。こいつはうちで一番ちっちゃいワニガメですね。昔から家で飼ってる子、こいつが一番食欲旺盛なんでね、何入れても割と食べてくれます。食べました。もうペロリですね。という感じで今回はシロアゴガエルを捕まえて持ち帰って我が家のペットたちの餌にしましたという動画でございました。また今後もねいろんな外来種捕まえて餌にしていきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。